いとるぞ質問コーナーでもね、今日もやっていきたいと思います。早速ね、質問読み上げていきます。ライキさん、また YouTube ライブやってくださいって、まだ今回質問っていうか、まあ要望みたいな感じなんですけどね、まあ、YouTube ライブね、結構よくやってた、まあやってる期間もあったんでよく言われるんですよ。まあただね、僕ちょっとやっぱ今あのリーグ中とかでね、やっぱ忙しかったりするんでね、いやーできないかな、2ヶ月後になっちゃうかなーって、金額は少ないですけど毎回スパチャを投げたいので、やっぱりでも忙しいんですけどね、やっぱりこう見てくれる、ファンの方への、まあ、恩返しという意味を込めて、やっぱり俺のね、あのこの心が動かされてしまいました。なのでね、もうね、生放送、絶対にやりたいと思います。まあ、シーズン終盤になったらね、絶対にね、やるんでね、この方を筆頭にね、見に来てくれると、やっぱファンの方へ恩返しがしたいというね、気持ちでもう溢れてしまって、やっぱりね、このコメントを見るとやっぱり生放送ね、せざるを得ないなという、いうところなんでね、生放送やった際にはね、見に来てくれると嬉しいですよね。まあね、最近ね、このような意見をね、たくさんいただいてるので、シーズン終盤、冗談はさておきですよ。別にスパチャとかなくても大丈夫です。全然僕お金とか、お金嫌いなんでね、まあ、ただ投げたいよって人はね、そんなに言うのであれば、まあ、僕もね、もうもらわざるを得ないということでね、本編どうぞ。ライゾンです。そうね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、素晴らしいデッキを持ってきましたということでね、皆さん大好き、メガナイトのちょっとイカれたデッキということでね、メガナイトバルーンですね。まあ、このデッキはなんですけど、メガナイトと、まあ、ファイブザップフリーズが入ってる、結構珍しいデッキなんですけどね、マルチの、上位でこう使ってる人がいて、なんかね、海外プレイヤーだと、メガナイトじゃなくてペッカバルーンを使ってる人は結構いるんですけど、メガナイト悪いはね、珍しいということでね、こんなデッキを見つけたんで、早速ね、グラチャレやっていきたいと思います。なんですけどね、まあ、今日ね、クラロアリーグ、大会やって、でポンサー今週は、土曜日だけなんでね、そう、この1試合だけなんですけど、まあ、大体がでも、期間が、終わりの期間が11月ぐらいまでだっけな、確か。うん、そこら辺までなんで、あと2ヶ月ぐらいなんですね。で、そこで、14試合かな、2週やるんで、で、全チーム8チームあるんですよ。そうなんで、8チームあって、総当たりをね、こう2週やるんで、14試合あるんでね、結構大体、ほぼの週が、こう週に2回試合があるんですね。そう、まあそんな感じで、おお、なんだ、さあ、おーい、お前、手札、やばいっす、これ、皆さん見てください。もうこれね、守れないんで、俺もチンパンしますね。よいしょ。いやー、こういうのはザップですね、速攻で。いやー、もう最悪だ、これ、手札。どうすんだ、これ。もうこれ俺もインドラ出すしかないですね。まあ、相手雪玉とか切ってくれてちょっと美味しいですね。それレイジ入ってたら絶対入んないんでね。まあ、ここはね、一本ずつ折り合って、なんだろうもう俺の方がインドラ残ってるんで、アドみたいなところあります。一発入って、もう一発入れろ、もう一発入れろ、もう一発、はい。って感じで、なんですけどね。さあ、ここですよ、ここ。いやー、メガナイト本当行けるなら行きたかったんですけど。みゃー、来た。いやー、こういうね、マスケとかにはね、ケツメガナイトをね、こう、ズシャンって。合わせてあげることによって、まあ、こういうね、華奢な女に対してね、このね、ずんぐりね、メガナイトを出してあげることによって、さあ、よいしょ。まあ、これでね、一発押せることはできるでしょ。なんだろ、ゼロ発。なあ、無能とかね、言わないんですけど、あんまり俺は。さあ、ここはマスケバルーンが入ったんですが、相手はマスケしかなさそうな、顔をしているので、よいしょ、はい、バモースと。だいたいマスケとコウモリが入っている人は、ボムタワーとかインフェルノタワーが入ってないんですね。なんで多分マスケ、おっと珍しいタイプだ。マスケには、ちゃんとね、まあ、次からは5をザップとかやって、コウモリにフリーズみたいな、そんな感じかな。役割をこう分けてあげるといいですね。ワンチャンバルーンが来る。ワンチャンバルーンが来るんですけど、まあこれね、キング狙いも十分あり得るんで、ここは許容せずに受けていきたいと思います。さあ、ただ俺の、まだ、最後は見せてないか？よいしょ。ワンチャン、雪玉来るか？あー、来た！美味しい！これね、バルーン出さないのがね、ポイントなんですね。こういう時は、先に目がないと組んで、相手の対空を1枚、コウモリとかね、ここら辺で引き出すんですよ。で、そこで、おっと、来たな。よいしょ。で、ここでコウモリと裂いたんですよね。で、そこでバルーンをね、このようにぶち込んであげて、相手が手札回して、頑張って出してきたマスケとかに、あ、かわいいね、かわいいねって言いながらこうね、あー、どうしよう、このバルーン、あー、あ
って感じでフリーズしてあげると落ちますとね、言ったところでね、1回目はね、あのバルーン切らずに、このね、あのメガナイト最低、こう呪文でね、こう回してあげると、いい感じになりますね。さあ、次に行きましょう。ということでね、今週は今日しかね、試合がないんで、もう気合い入れてバチバチでね、こうぶち上げていきたいと思いますね。いや、 やっぱりこう1位通過するとなるとね、こう、もう負けられないんですよ。俺ら、今ね、1勝1敗なんですけど、まあ多分、少なくとも11勝ぐらいはしなきゃいけないんで、ってなると3敗しかできないんで、まあ負けれてあと2回っていうところなんですけど、俺らはなんとここから12連勝ね、するメインを組んだんでね、もう。さあ、ここ。なんですけど、ゴーストは見える30しかペッカの2択ですね、ゴーストがあるってことは。はい。なんで、ここをどうすっかなぁ。インドラ出して、で、ここペッカー、インドラ出すんですけど、絶対来るんですよ、やる気が。だからそこでフリーズしましょうか。あぶねえ。さあ、ではワンチャンザップが来る。で、めっちゃ低めに、工場とか言うの来ても受けられるようにね、めっちゃ低めに出しておきます。さあ。ダメ、受けろ！オッケー、でけ。いやー、でかいな、この攻撃受けてたの。ていうか、地獄だったんですけどね、ゴーストに対して合わせるカードはなかったんで、シャアなしで合わせていったんですけど、さあ、ここ。まあ、30子だったら、デラ相性良かったんですけどね。30時にファイブトップってハンターにフリーズみたいな感じでバルーンがめっちゃ通るんですけど、まあ、ここはね、一旦ステイサム、ジェイソンステイサムといったところで、ここは、逆サイバルーン。で、今、相手は、マジアチャ、おっと、奥さん、これフリーズしちゃいますか。よいしょー。はい、で、ここでエレキを引き出したら、はい、オッケー。で、しかも2発ありましたね。ここで、こう逆サイ許容していいですね、ここ。で、ここで何がね、いいかって、エレキを引き出して、お前なんだ、体育別にバルーン切ったとか、体育関係ないやんけって思った方いるでしょう。なんですけど、インドラでのね、攻めの形がね、めちゃくちゃ入るんですよ。インドラを止めるカードがいないんで、今相手は、ここ、めっちゃ一番遠いんですね。一番遠い存在なんですよ、エレキが。なんで、ここ、インドラで溶かすことができます。さあ。よいしょ。さあ、折れる。俺、OK、 いけ、もう一発、お前ならできるぞ。さあ、こう受けていき、ワンチャン逆サイ、これゴーストなんで来ても、さあ、ぶち込んであげて、もうね、この一本とかお構いなしですね。パキーンと、最後外したんですけど、グッドゲームと、言ったところで、このようにね、バルーン以外の刺し方もあるって感じですね。エレキとかを引き出すと、結構こう、インドラをね、刺すことができるんで、やっぱインドラとフリーズの組み合わせって多いんですけど、ああいうエレキとかのリセットがないと、インドラでこう出して、マジャツが後から出してきてもフリーズでね、お構いなし、パキーンってね、一本折ることができるんで、まあ、対抗すぎてバルーン通んねえみたいなね、そういう相手とかにはこう、フリーズをね、エッチな感じでね、打ってあげるとね、あーって感じになるんでね。さあ、よろしくお願いしますと。いや、日本人の人多いですね。さっきから全員日本人じゃないですか。わかんないですけど。全然覚えてないですけど。いやー、ここでメガナイト。ナイショーな、あー、それずるい。なしですね、それは。さあ。やっていきますが、ここ、バルーンぶち込んでいきます。で、ここね、相手、ロケットだと対応しきれん。あ、これ、ワンチャンキング起動。おー、でかい。ワンチャンこれ、ロケ打ってくるんで、さあ、おー、マジ？あれか、メガナイトから竹が変わったんか。いや、いいフリーズでしたね、非常に。ロケ打ってきて、メガナイトとバルーンに当たったら、バルーンがね、タワーの2発で落ちるんですよ。だからそこでフリーズかけてあげると、相手はギャングとかしかなくて、ギャングにザップ打ってあげると、バルーンがね、一発入るっていう、エッチなね、テクニックを披露しようかなと思ったんですけど、なかなかうまくいかないですね、この世の中。よいしょ。やべ、これちょっと歩いちゃったらずれちゃう。あー、早すぎた。逆にね、このハンター早すぎるとね、良くないですよね。今の位置に出すと完封できるんですけど。1マス後ろに出すと、ちょっと早すぎてもいいということでね。若くて、俺反応早いから別に余裕だからみたいな。バレル見てから行けっからみたいな人は、今俺ここに出したんですけど、ここですね。ここ。
に出してあげると、あのちょっと早く出しても完封できるんで、ね、おすすめですね。飛べ、やべえそれ。ね、今これはねちょっとしゃあないですね。今ザップだけだと入っちゃうんであいつ、うん、ただザップを打ちすぎるのはちょっとね、今アイスピバレルで4コスしか使ってないんで、そこに使ってしまうとこういうプリンとかにもまたエリクサー割いて、次ギャングでしばかれてないとアイスピからのバレルとかが抑えられなくなっちゃうんですよね。そうそうそう、これでザップ打っていきましょう。やべ、これ調子こいとか俺もしかして、もしかしてもしかしてってやつですね。懐かしい。なんで俺はちょっと反応早すぎるんでここに出します。出すとでもこうデメリットもあってね、ちゃんとちょっとこうずらされるとやっぱ結構入っちゃうっていうデメリットがあります。さあただ相手はインフェルノタワーじゃないんで、ここはねお構いなしで、しかもこれ来るんですよ。そうなると荒くしいと。さあこれアイスピー、あはーやべ、ちょっと調子こいたっすね今の。やべえそれだるいって、だるいだるいだるい。待って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 、やーべえこれどうしよう。ハンターでしょ、バルーンあれっすね、通んねんで、ここタップ打つでしょ、ランバル行きたいっすね。あー終わった、これ高圧で終わる。いやーグッドゲームですねこれは。相手もなかなかの素敵な防衛をかましてくれましたね。いやーちょっとじゃあそろそろ本気出すか。いや今ね結構足で俺クララやってたんですけど、実はね皆さんにはねあんまり見しなかったんですけど、足でクララやってたんで今なんで、ね、そろそろねこの指、まあ、小指だけでもいけるんですけどね、全然まあ指だけでねやっていきたいと思いますね。いやーちょっとや足でやんのさすがに良くなかったか今の。いやちょっと反省っすねマジで。俺こういうとこあるんですよ、結構なんかこう余裕かなみたいなとこもあって、あの足とかまあ尻とかね、あのもう耳とかでやっちゃう時もあるんですけど、さすがにね今回ちょっと相手にやっぱ失礼ということで、ね、こんあの今からね指を使ってねあの全勝していきたいと思います。さあマッチングして、さあさあさあ来た来た、えドゥドゥーっていう感じでね、俺をねもうこの今負けた俺を煽るかのような名前ですが、もう俺これで勝ってこのプレイドゥーって言ってあげますね。さあここハンター行きます。さあ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 、いいよこのハンタードゥーって感じでね、あの出してあげることによって相手もドゥーって感じでね、もうこの人多分ドゥーしか言えないんですよ。いやさあここメガナイトぶち込んでいきます。このメガナイトドゥーって感じでね、いやこのナイトドゥーっすねマジで。いやこれちょっと待ってくれそれマジで、本当にやだわマジで。いやダメっすよそれ、いや出す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 、いやまあいいや、まあまあまあいいっすね、うん、すべて許容します。許容して、ね守れない時あるじゃないですか皆さん、こういう破撃とかをどうやっても守れない、このランバーとか出してもどう殲滅されるんですよ。そういう時に、ね、魔法の言葉があります、許容というね。よくエリゴレ使いとかゴレ使いがね使う言葉なんですけれども、この許容ということによって、まあもちろんね上手い人は許容してる人もいます。守れるけど守らない人もいるんですけど、中にはね守れないけど許容っていう人もねいるということをね、皆さんね覚えていただけると、またね、賢い、より賢いね人生を送れるのかなといったところですが、ここは許容していきたいと思います。さあここをメガナイト、さすがにこれは許容できないなといったところでね、インフェルノドラゴン出していくんですけど、いやこれ許容なんですよ。このタワーを1000まで削らせることによって、逆にね相手にこうああ削っちゃったよみたいなね、ちょっと油断させるというか、俺こんだけ削れちゃってうめえんだけどどうしよう、ここで別に攻めてもどうせ守れっからって思わせておいて、次にねバルーンぶち込んでドゥーって感じでねやってあげるとね、いいんじゃないのかと思いつつ、ケツメガナイト、やっぱねメガナイトはねケツを出すことによって、しかもケツがでかいんですよこいつは。なんでねケツメガナイト非常に有効なんでね、皆さんぜひやってみてくださいとね、いうことを言うんですけど、これやべマジメガナイトになってないタゲ、嘘やん。あこれフリーズいったら、今フリーズいってたら、いやいいですね。でこれケツインドして何もしてこなかったら
ケツメガでいいですね。大体こうメガナイト結構警戒してるんで、ケツからスケドラ出してこう自陣で受ける3ダウンをつけてたんですよ。なんでここでね、後ろからメガナイト出してあげることによって、相手はね、このメガナイトデュー処理するっていう、このデューのものなんですよ、完全に。やべ、ミスった、最悪、ルート強制してね、やっちまった。お、来た、やべ、そういうこと、そういう作戦。いやー、ちょっと今のダメっしょ、それこれレギュレーション違反じゃないですか、これ大丈夫かな、これ相手が心配なんですけど。あっ、危っ。いやー、これいらねえ、このランバー、こういうランバー出すともう勝ち筋なくなっちゃうんですよね。ここはメガナイツじゃなくてちゃんとインドラとかでね、絵受けていきます。いやー、際ど際どすぎる。よいしょ。いや、全然通んねえな、マジ。面白いぐらい通んないっすね。枯渇系に弱いのか、さては。いや、そんなことはない。俺のね、選んだデッキに限ってね、そんなことはないっすね。まだ相手多分、タルババなんで。あ、ウッドだ。やべ。ファイボ2発で終わりっすね、これ。いや、いいっすよ、ここ。やべ。やべ。それだけは勘弁してください。あやべ、ちょっと俺皆さんに謝んなきゃいけないことがあるんですね、今回。いや、俺あんまなんか嫌なんですけど、今回マジで俺ちょっとまた足でやっちゃったんですよ。なんでちょっともう一回だけチャンスください。やば、また日本人だ、すごい、よろしく。さあ、ここはね、俺はもう心入れ替えて手でやっていきます。本気でいきたいと思います。さあ、インドラ、やべえ、さっき絶対でドゥーって言ってたわ。ネクストピクルスということでね、次の世代のピクルスを担うのは俺だという意思がね、結構見えるところであるんですけど、街はね、俺嫌いなんでね、ケツからインドラ出していきます。まあね、クララーリーグとか、あんなガチガチのね、やつだったら結構、もうずーっと頑張ってするタイプなんですけど、あんまりね、こう、動画とかでね、楽しくやりたいときはね、待たないという、俺の中の何かがありますね。さあ、ケツからね、ケツを出していきたいと思います。あ、ケツ出しちゃったっていう感じなんですけど。さあ、ここ。いやー、どうしようかな。ケツハンターしてから、8枚目がないとですかね、これ。よくメガナイト使いが。で、しかもここに出すことによって、レイジメガナイト。ああ、早い。もうずっと俺のメガナイトだけね、この速度殴ってくれればいいのにってね。思う。ああ、待って、それ。これ。いやー、これピクルス的にどうだろう。一発。これさー、来た。あー、それはやべえ、さすがに。いや、ワンチャンこれハンターで、いやー、やっぱゴレツリでエグ持ってかれた。いや、多分次の世代のピクルスこの人っすね、多分。いや、間違いね、このゴレツリからのお見事でしたね。ナイスピクルス。いやー、なるほどね。だから、ここ、100何本残ると思うんで、一回ここは受けずに無視してから、ケツランバーからの、メガナイト組で行こうかな。やべ、これはさすがに折らせるわけにはいかないですね。よいしょ。なんでかっていうとね、やっぱゴレデッキってね、基本的にこう、残りが削れないんですよ。そう。お前ムートやば、それ。いや、今のやばくないですか。やべえ、やっぱ次世代のピクルスちげえな、ほんとに。そう、ただ俺は、ここ相手が取るねしかないっていうことをね、確信してるんだよ。お、え、お前、え、そんなバカな。よいしょ。さあ。
そんなの。ちょ、グッドゲームやらないと。あー、次世代の俺もう絶対次ハンバーグでこいつ見つけたらもうバチコーンって横にねゴミ箱に捨ててやりますね。さあということでね、終わってしまったんですけど、このメガナイトバルーンデッキね、弱いんで絶対につかないでください。これマジであのめちゃくちゃ弱いですこのデッキ。なんでねもう絶対つかないでください。ってことで、ね、たまにはねこういうデッキも紹介するってことでね、まあ弱いっていうのは冗談なんですけど、まあこういうデッキ慣れてるよって人はね使ってみても面白いんじゃないかなと。枯渇系ですね。枯渇系がちょっときついの、まあペッカとかバルーンとかまあそういう系には勝てそうですね。まあゴレには勝ちたい、ぶっちゃけ勝ちたい。ゴレには勝ちたいですね。うん、って感じで、今日のね、動画はこんな感じで終わりたいと思います。またね、次の動画で会いましょう。もしよければね、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。ということで、今日も終わりました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。